週刊誌。いやいや帰るよ、犬散歩に出さないといけないから。うん帰るよ。一応車は用意して帰るよ。すいません、そんな荷物ないんで。荷物全然入ってないんで。どこ行くの？まあ、ライブお疲れ様でした。本当にありがとうございます。お礼参り。言われてみればそうだね。ずるくねえか、それ。ちょっとマイク失礼します。じゃあすいません。あれ、ライブやって東京帰る。ちょっとね、お決まり的な流れの人が、こいつ送信機持ってるっておかしくないですか？お礼参り、はい、大阪だとな何になるんですか？どちらになるんですか？住吉大社さんっていう、うん、大阪2日間のライブが無事成功したのでありがとうございましたっていうことでお邪魔するってこと、うん、一応境内ご案内していただける。神社の準備してんじゃん。じゃあ完全に神社の方が案内してくれるっておかしいだろ。それは会社の人たち聞いてたっぽいよね。そうね。うん。これはちょっと考えるのかな。着いた。住吉大社さん。すごいところだな。よいしょ。すごいっすね。あの橋とか、ね、これ何？わ、これすごいね。セットじゃん、もう。すごいな、これ。これ渡っていいんですか？あ、これすげえじゃん。本当に木じゃん。本当に木だよ。わ、すげえ。あ、すげえ。すげえ。わ、これすごいね。だいぶ、うわ、すごいね。いや、景色、うん、まあ、景色すごっ。あ、これはすごいわ。これは技術班泣かせの橋だよね。これファインダー覗きながらこの橋渡るって結構厳しいぜ。わ、すごい。あ、ね、ちゃんとお清めしないと。まずは左手を清めます。そして右手を清めます。左手に水を受け、口を清めます。再び左手を清めます。なんでこれウサギなん？すいません。ようこそ住吉大社にお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。ございます。お世話になります。ようこそ、お前でございます。宮司さん、権の宮司と言いまして、宮司の自責になります。宮司を補佐する立場でございます。はい。今日は教養番組と伺っておりますので。教養番
教養番組です教養番組の回しの人が普通ガンズの T シャツ着てないですけどねこちら 何年ぐらいになるんですか。住吉大社は1800年の歴史がございます。1800、はい、あの橋もその当初からあの石の橋脚の部分、あれがですね、はいはい、豊臣秀吉の側室の淀殿、はい、お子様の成長祈願に奉納したものと伝えられています。ですからもう400年以上あのずっと立っているんですね。渡るだけでね、お祓いになる橋とも言われております。お清めの橋なんですよ。そうなんですか、はい、ですから今ちょうど渡ってこられましたので、ちょうどお清めが済んだところですね。あ、ライブの前に渡っとけよって話ですよね。あの木の部分については船大工さんが作られる。へえ。普通神社とかお寺でしたら宮大工さんが作られると思うんですけど、そうですよね、ちょっと不思議ですよね、うん、あの船大工さんが作る一番のメリットって何だと思います。待ってよ、急にクイズ始まったけど船を作るってなると、その木をいかにこう湾曲させるかっていう技術なのかな。あとは水。そうです、あの船って水が持ったら沈んじゃいますよね。沈みますね。だから船大工さんって水漏らしちゃいけないんですよ、うんうん、で逆に言うと橋の方も水が入ってしまって中から腐ってしまったら橋が持たないんですよね、うん、ですから船大工さんがこれを橋は作られるということなんです。でも今もう船大工さんってもうありませんね。船が、木造の船がありませんから、まあ、そうですね、少ないですもんね。ですから今あのタンカー作ってる会社が船を、この橋を作ってください。あ、本当に、はい、でも船大工さん船作ってる方がこの橋を作られてるのは変わってないんだ。今でもその伝統が引き継がれております。いや本当に教養番組になってきた。いやいや、すごい。せっかくですから住吉さんご案内させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。うわ、広っ。心からご覧いただくと住吉大社の一番あの建物の雰囲気が分かりますね。やばいやばいやばい、ね、やばいやばい、ほんとすげえな。住吉という言葉とか聞いたことあります？聞いたことはあります。日本全国に住吉があるんですよ、はい、で大体この住吉神社が祀られる場所が大体住吉で、そのほとんどが海の近くなんですよ。それはなぜ？実は住吉、この住吉の神様が海の神様、海で生まれになった海を司る神様なんです。奥の方から第一本宮と申します。で第二本宮、第三本宮が手前です、うん、そして第三本宮と横並びに第四本宮があるんですが、うん、海の底、海の中ほど、海の上の方を司る神様。普通こんな縦に社殿で並んでないんですよ。横に並ぶことが多いんですけども、うん、このように社殿が縦並びのものは住吉大社独特の並び方になります。でも海にお邪魔させていただいている自分としては、海の底、海の中ほど、これがね、海面っておっしゃってたけど、これが海の底。ちょっとお参りされます？海の底でいいのかこれ基本サーフボードで浮いてっけどそうですね。まあでもそこから行っておかないとダメか。お正月にたくさんの方がお越しになります。初詣で、初詣です。向かい側にあの住吉大社駅っていう場所があるんですけども、あそこから駅に降りてここにお参りするまで2時間ぐらいかかるそうです。もう人間がずっとじわ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 動いてるんです。すっげえじゃん、夢の国じゃん。もう新年、大阪の新春は住吉さんからというのが大阪人のもういえばあの習わしですね。で皆さん方あのずっとゆっくりしながらここに来るわけなんですけども、ここまで来る頃にはもうみんな疲れてますちょっとご覧いただいていいですか。あれお賽銭刺さってるの。あ、本当だ。ここまで来たらあの大阪人の一番悪いところが出てきます。イラチというやつが来ます。
どうなるかというと、お賽銭ほらはるんですね、ここで。はあ、すっげえ刺さってんね。あれ人に当たったら危ねえやつじゃん。お正月が終わりますと屋根がキラキラ光ってるんですね。お賽銭、お賽銭が残ってるんです。ただやっぱり神様がおいでになりますから、我々はそれを、まあ、上に上がることはせず、もうそのままさせていただいております。ただ屋根はおよそ20年一度修理する習わしとなっておりますので、やっぱこのお賽銭も20年ほど経つと初めて下に降りていくと、そういう状態でございます。できたら投げない方がよろしいかなと思いますけどね。まあ、住吉さん、海の神様と先ほど、ね、申し上げましたけども、うん、もう一つお相撲の神様でもあるんですよ。お相撲、はい、奈良時代ぐらいから競技じゃなくて占いとしての相撲が行われてたんですね。占いだったの、はい、占い、東と西に分かれてお相撲をします、はいはい、でたくさんやることで、東がたくさん勝ったら東が豊作とか、西がたくさん勝ったら西が豊漁とか、そういう意味なんですね。え、知ってた。お相撲で一番強い力士というのは何でしょう。横綱です、うん、その横綱という言葉が生まれたのがこの住吉大社になります。へえ、なんでですか。何をやっても勝てない、うん、そしたら占いとしては面白くないですよね、はいはい、毎回勝っちゃうんだから、はい、でその時に行司さんが一計を案じまして、はい、社頭にあるしめ縄を取ってきて、はい、その強いお相撲さんにまとわせます。で相撲で勝てないから、しめ縄に触ったら勝ちという特別ルールでお相撲するんですよ。へえ、じゃあどうなったか。それにしめ縄すら触れなかった。すごい強い強いお相撲さん、横に綱を締めたお相撲さんということ で横綱という言葉が生まれたと言われています。おもろ。ああ、よかった。住吉さんの始まりの場所にちょっとご案内したいと思います。もうめっちゃくちゃいっぱい書いてあるんですけど、パワースポット、パワースポット、パワースポットっつって、10メートル行ったらパワースポットって書いてある。何我々御所御前と呼んでおりますけども、はい、ここではですね、実は変わった占いといいますか、お守りを作るものが方法がありますので、うん、お守り作る、ご自身で作っていただくお守りでございます。たくさんの玉砂利があるんですけども、はい、この玉砂利の中にですね、字が書いた石があるんですよ。それを探していただくんです。五、大、力という3つの小石を探してお守りにしていただくと、うん、願い事が叶う。それ誰が書いてるんですか、字は。お願いが叶ったら、今度は何も書いてない字にまた同じように五、大、力と書いていただいて、倍にして返していただくという、幸せのお裾分けをしていただくのが昔からの習わしでございます。ですから数が減らない、むしろ増える方ですね。そうだね、はい、ここにいっぱいあるんですか。いっぱいあります。はい、もう最初からこうやって並んでるやつはダメなんですよね。ご自身が探していただくのが一番よろしいかと思います。もう、あ、並んでたよ。あるあるある、あったあったあった。これそうじゃない？力。これが大。五？あった。ほら。五、大、力。あったよ。こちらの袋に入れていただきまして、願いが叶うまで。どの袋でもいいんですか。どれでもよろしいですよ。じゃあ真ん中で。はい。あ、五大力お守りって書いてある。
これを収めさせていただいて持ち帰るわけでしょ。それで、あ、確かにそういうことが叶いましたとか思いま、あの、思えましたと感じられましたってなったら、自分もここに来て五と大と力を書き、ここに収めるということでしょ。大阪来るスケジュールあるかな。でもたまたまだけど、なんか出会ったこの3つのなんかバランスいいですよね。じゃあこの5と大と力、はい、入りました。これがお守りになるみたいです。はい、いやーすごいね。うん、これができましたよ。僕の、僕のこの、でも奥は何なんですか。住吉大社の表の方は松の木が多いんですね。もともとあの当社海岸に立っておりました。目の前が海でございましたので、はい、大阪湾を望むように立っているのが住吉大社なんですね、はい、でこちら裏側に来るとご覧いただきまして分かるように、あのクスノキ、うわえぐいこれ、はい、え、これ樹齢何年だ。これ樹齢1000年と言われてます。あー、これえぐい、すごい。何度も雷に打たれたりですね、やっぱりこの枝ぶりがまっすぐじゃないんですよね、このまがまがしいというか。こちらは御神木、木そのものが神様というふうに仰がれてます。まあ御神木ですよね、これは。いやー、すげー、何かが宿る宿らないとか、何かこう祀る祀られるっていう、なんかだからこう人の気持ちがそちらに向くっていうだけじゃなくて、やっぱこう実際その年月生きてきたっていうだけで、やっぱ頼りがいあるよね。千年とか。これも多分相当だぜ。こちらの方が樹齢700年とも言われてますけども、ちょうどお父さんとお母さんが寄り添うように日本で生きてますので、うんうん、はいはい、別名これ夫婦楠というのを呼ばれております。へえ、あったかい感じするもんね、この700年の方は。毎月月の初めの辰の日にご参拝をするとご利益をいただける、はい、ここがですね語呂合わせで発達、まあ昇進昇る意味の発達するというのに掛け合わせまして、で、ここは成長の神様で、あの発展する神様でもあるんです。でご参拝が終わりましたらですね、ここであの招き猫を買っていただくんですよ。ちっちゃい猫ちゃんですけども、うん、ちょっとご案内しますね。でもあれでしょ、俺まだ発達するかな、伸びしろまだあんのかな、あるか。これ何、こちらがですね、我々招福猫と呼んでますけども、うん、毎月ご参拝の時に飼っていただく猫ちゃんになります、はい、で右手と左手があるんですよ。あ、本当だ。で月ごとに交互に腕が変わります。へえ、毎月毎月お参りの後にこのお守りを、猫ちゃんを交互に集めていただきます。数は48個、うん、1年12ヶ月ですから48ですから4年間かかります。4年間かかりますけども、語呂合わせで四十八達という意味になります。そこで初めて満願成就、願い事が叶いますよということですね。48ですからこれだけですね、これだけって4年かかりますから、4年かかります。で猫ちゃんもあの集まったら神社に持ってきてください。そしたらこちらの中ぐらいの猫ちゃん、いやなんかそれなんかシステムがちょっと中猫さんにも右手と左手がありますから、うんうん、中猫さん1対だけで8年間になります。で中猫さん1対と子猫の48、12年間で大猫さんになります。
大猫さんにも右手と左手がありますから、ありますね、トータル24年かかるということですね。まあやっぱ時間の流れだよな。すごいな。今これ第三本宮の後ろ側、これ第四本宮なんですけども、はい、第三本宮と第四本宮って全く一緒なんですけども、一箇所だけ違う場所があるんですよ。ご覧いただいて分かりますでしょうか、ね、一箇所だけ違う。上のですね、この地義と呼ばれるバッテンの部分ですね、はいはい、あのこれ第三本宮見ていただいたら、これ垂直に切れてます。はいはいはい。これ第四本宮ご覧いただいて分かります。はいはいはい。これ水平に切れてるんですよ。うん、あの間違えたわけでも何でもなくて、ちゃんと神様の違いを表しております。こちらの方が男の神様、そしてこの水平に切れてる方が女性の神様というこの扱いですね。これ海の 海面の神様はちょっと俺言っといていいですか。あ、もちろん。じゃないと。よくないよ今俺お参りしたのボトムだけですからねボトム。出てこん。あ、来た。8番。大吉いただきました。ありがとうございます。旅行運。楽しい思い出が得られます。仕事運順調ですが、相手の話もよく聞いて。対人運、慢心がなければ順調です。これ大吉の場合は、あ、もうこれはもうぜひ、あのいいおみくじが出た場合には、あの幸せが逃げないようにぜひお持ち帰りください。ありがとうございます。じゃあお財布の方に入れさせていただきます。すごいですね。住吉大社すごいですよ。あの御神木は一度なんか自分の目で捉えた方がいいかもね、うん。触れることはできないけど。ただのお参りとは違ったな。お母さんのおかげで。昔話の一寸法師、はいはいはい、あれにも住吉さんが登場するんですよ。え、どこに出てきました？実は物語の一番最初に、うん、お子さんがおられない老夫婦が住吉さんにお参りするところから始まるんですよ。そうなんだ。そのいわばお礼で授かったのが一寸法師なんですよ。一寸法師が突然生まれるわけではなくて、うん、あくまでも住吉さんのご利益で一寸法師が生まれる。一寸法師のオープニングの場所なんだね、これ物語の。へえ、すごい。なんか今日俺へいしか言ってねえよ。あと今時電話ボックスって珍しくなったと思うんですけども、これも神社仕様ですね。住吉作りの電話ボックス。住吉仕様の電話ボックス、かっこ男の神様です。あんだけ渋ってたのに
来たらやっぱすごいな。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。今日こそ陽子さんお参りでございました。ありがとうございます。あの、当社の宮司高武でございます。今日はようこそお参りいただきます。 ありがとうございます。すみません、お邪魔しました。またゆっくりお参りください。はい、ぜひお待ちしてますので。はい、ありがとうございます。よろしく、ありがとうございました。またじゃあ大阪にお邪魔した時には、うんうん、ぜひ今度はゆっくり、ま、はい、はい、ありがとうございます、はい、わざわざ、ま、ありがとうございます。失礼します。